高速バスを運行するウィラーエクスプレスにオリジナル新三列シートドームが登場しました。この座席はウィラーエクスプレスの中で最高ランクのシートリボーンでも採用されたシェル型タシートを採用リクライニング最大傾斜度は約130度ありリクライニング時に後ろを気にせずフルリクライニングが利用できます。シート背面には 足が入るフットレストが設置され、足が伸ばさるように設計されています。シートには、今回初めて、可動式の腰当てクッションが備わり、身体の負担軽減がなされています。すっぴんや寝顔を見られたくないという女性客の要望により登場したカノピーも大型化し、個室感、安心感がアップされています。また、カノピーには、スマホホルダーが備え付けられていて、 夜間の移動中も人目を気にせず使用することができます。ドリンクホルダー、コンセントも備わり、プライベート空間が保たれています。ドームは26席が用意され、10月6日より東京から名古屋間で運行を開始しています。席数は26席、運賃は2列席が6900円から、独立席は7400円からとなります。 年内中に東京から大阪線にも運行する予定です。また、最高ランクのシートリーボンは東京から大阪線、東京から名古屋線で運行中で、席数は3列シート18席で、リクライニング最大傾斜角度は約155度で、シート幅、シート間隔も広く、電動パワーシートで、ドームよりゆったり設計されています。運賃は、 東京かからら名古屋間が9000となりま,すまた4列シートにも新しいシートプライムが登場しました席数は40席でリクライニング最大傾斜角度は約130度と現行のリラックスと同じですがカノピーがドームと同じく大型のものを採用スマホホルダーの備え付けができます大型化したヘッドレストが備わり フットレストの高さも調整が可能となりました。隣席とのパーテーションも稼働式となり、一人旅、仲間との旅の応じたアレンジができます。東京から大阪線、東京から名古屋線で運行中で、東京から名古屋間は4300円からです。また、ドームは運行開始記念として、11月30日出発分までは、席数限定でお試しプランが登場。 運賃は、二列席が4500円、独立席は5000円からとなります。